川良子を11秒12秒という大変ランとしています。まあなんかあのドライバーも車もそろそろ温まってきたという感じになってますけども、はい、あのまあ見てるところエンジン音のとこエンジン音の違いもあるので、金沢工業大学かなりやんちゃに走っていて、で神戸の方はむしろ非常に丁寧に丁寧に、はい、あの自分の車をところを確かめながら、車をコントロールしているっていう運転になってる感じがします。これあの神戸のドライバーをっていうか、まあ皆さんはそうですけど、あのパイロンを見てパイロンに向かってハンドル切っていくのを確かめて、あ曲がるっていう、とにかくハンドル自分の手のステアリングの動きで、車の一角が決まるっていう運転から、もうドライビングがちゃんと組み立てられるようになると随分こう車の動きも変わってくるんですけども、金沢工業大のドライバー結構余裕がありますね、はい。ちょっと車のピッチングローリングのとこの動き、特にパカッと入っていく動きですね、それとそのロールした姿勢、ピッチした姿勢から戻ってくる瞬間の速さがちょっと大きいので、車が揺れてしまうので、ドライバーとしてはあれは実はあの慣れてるから大丈夫なんですけど、実はかなり、ロスを伴ってます。まあ一つは車全体の動力ピッチに対する剛性の考え方、それからもう一つはダンパーですね。もうここまで来たら剛性はどうしようもないので、ダンパーの選び方、それからダンパーセッティングっていうのが、この辺りで言うとドライバーの運転車をどう仕上げてあげるかというところの鍵になってきます。そういう意味で言うと車がパカッとピッチングしてブレーキがロックストになる、その辺りからちょっとハンドル切るのをタイミングが取れる、で無理やりハンドル切るのを取れるという、そういうようなこうサイクルになってしまうので、そういう意味で言うと、もう少しチームとしては、コンポーネントの選び方、セッティングというのは考えておけば、この車まだまだきっと速くなるだろうと思いますね。開けていった時の息が悪い分だけ急に蹴り出す動きが出てるんで、ドライバーが若干スラロームから蹴ろうしてるところですね。
神戸大学のウィングスの車ですけども、去年もウィングをつけていて、確かちょっとウィング系が失踪したりいろいろあったように覚えてます。この車はウィングがバネ下に荷重をかけ、直接ウィングが車輪側に形になっているので、そういう意味で言うと、本来は非常に容器的な設計なんです。ちょっと危ない、高速。ちょっとアクセル踏みつきましたね。アクセル踏んだ時に、段がまだ残っていたので、ちょっとスピンモードに入りましたが、この手のウィングは、サスペンションのストロークと一緒にですね、ウィングのステーが動くので、そういう意味で言うと、そこをどう作っておくかというのが一つのポイントになる。これはもう1968年頃に、こういうウィングを車に練習家付け始めた頃から、設計者たちがみんな考えている問題です。そういう意味で言えば皆さんも同じことを、先人たちの知恵をこう追っかけながらやってるわけですから、その68年頃のフォーミュラ1、あとウィングカーが出てくる時代80年代ですね、でフォーミュラカーの構造それから設計等を、ゆっくり見るといろんなヒントがきっとあると思います。神戸にもチェスカーが1人目ドライバーチェスカーになったことです。ちょっと今スラローを見てても分かると思いますけど、かなりハンドルとカットステーリングと格闘しているので、あんなに苦労しなくても実は車って曲がるんですけどね、ドライビングトレーニング、これもとっても大事なポイントになります。ただこの車に乗って繰り返しタイムを出せば、運転がよくいい運転ができる、車をちゃんと動かせるわけじゃないので、その辺が、自動車の運転の難しいところであり面白いところであり、僕もまだやることがいっぱいあるので、ずっと昨日運転の仲間とご飯食べながらそんな話をずっとしてました。僕の知り合いで言うと75歳の僕の車選びのお師匠さんが、今まだ車の運転多分上手くなってます。どうすればいいのかっていう質問が、車と一緒に車に乗ったびによく来てます。そんな風に皆さんもこれから何十年もかけて車の運転っていうのはもっともっと上手くなっていけるもんだと、思ってください。はい、スターティングエリアには16番が1本入ってきてますが、ブレーキの、ブレーキフルードが漏れているということで、